ピッチャーの野上が土井さん2回からのピッチングになりますね。大事ですよね、取ってもらった後、ここを、ね、きっちり、締めることによって、はい、さらに、ね、このゲームを、ね、ライオンズ寄りで進められますよね。バッターボックスは森野です。この当たりはもう諦めています。打った瞬間分かるホームラン、森野打った瞬間のホームランは第5号でした。まあ森野らしい一撃と言っていいでしょう。あっという間に三塁を回って今ホームイン3対1。土井さん、ストレートでしょうか。いや、外からのスライダーですね。スライダーですか、ね、はい。まあ、3点取ってもらったということで、まあ、フォアボールが絶対嫌なんですよね。といったことでストライクゾーンには投げるところなんですが、ちょっと打ってこないかなという感じで投げたようにも見えましたから、まあ、ああいう、ね、不利なカウントになってもちょっと集中して投げてほしいですね。はい、さあこの森野選手の第5号をご覧いただきましょう。まあ、外から入れれば大丈夫だろうというような、感じも見えましたからね。